ジュマンジはアメリカのメディアフランチャイズ。アメリカのクリス・バン・オールズバークによって書かれた子供向けの本、ジュマンジとその続編、ザスラに基づいている。このフランチャイズはソニーピクチャーズの子会社のコロンビアピクチャーズ映画によって所有されている。フランチャイズの内容はジュマンジをプレイするときに自分自身が危険にさらされていると感じる様々な人々の冒険を追うもので。 その危険な要素を現実の世界に解き放つか、プレイヤーをゲーム内に閉じ込めます。結局のところ、混乱を終わらせる唯一の方法は、成功するたびに、その危険に耐えながらゲームを終了することです。フランチャイズには4つの映画、ジュマンジ、ザスーラ、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルよび、ジュマンジ、ネクストレベルと、 1996年から1999年に放送されたアニメーションテレビシリーズが含まれている。映画はこれまでに合計で20億ドルを稼いだ。ピーターとジュディの二人の子供はサイコロのカクロールがゲームのジャングルを周囲の生活にもたらすゲームを見つけてプレイする。彼らの周りの世界をリセットするために彼らはゲームを終了し、 金の名誉ある都市に到達しなければならない。その後、彼らは隣人である二人の若い兄弟が見つけたゲームを取り除く。前の本のピーターとジュリの隣人であるダニーとウォルター兄弟は呪文字を見つけるが、最終的にはプレイしないことにする。代わりに彼らは同じボード上で彼らがプレイし始める宇宙テーマ、ザスウラを備えた同様のゲームを見つける。 ジュマンジと同様に数裏をプレイするとゲームの要素が現実のものになる。すべてを通常の状態に戻すには男の子がゲームを完了する必要がある。二人の子供が魔法のボードゲームを見つけてプレイする。そうすることで彼らは何十年もその内面に閉じ込められた男とゲームを終了することによってのみ止めることができる多くの危険を解放する。 この映画は1981年の自動書、呪ンジを原作としている。二人の若い兄弟は、彼らが遊んでいる魔法のボードゲームによって、家が宇宙の奥深くに投げ込まれた時、銀河間冒険に引き込まれる。さらに、兄弟たちは家に戻る、唯一の方法はゲームを完了することであると、推測している。この映画は1981年の自動書、 ジュマンジの続編である2002年の自動書、ザスーラを原作としている。しかし1981年の自動書、ジュマンジを原作としている1995年公開の映画、ジュマンジとの直接のつながりはない。オリジナルフィルムのイベントから21年後、ボードゲームは魔法のようにビデオゲームになる。4人の高校生がゲームのジャングルの設定に運ばれ、 彼らが選択したキャラクターのアバターになり、後にゲームに閉じ込められた別の犠牲者も発見する。ゲームを完了する唯一の方法はゲームを完了することである。そうすることで彼らはそれぞれ自分のベストを発見し、新たなヒロイズムで勝利し、チャレンジをクリアする。この映画は1995年の映画、ジュマンジの続編である。友人のチームがジュマンジに戻って、 自分のチームの一人を救出するが、期待したものが何もないことに気づく。プレイヤーは、世界で最も危険なゲームを脱出するために、乾燥した砂漠から雪に覆われた山々まで、未知の部分を勇気づける必要があった。この映画は2017年の映画、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルの続編である。2019年12月、ドウェイン・ジョンソンは、 フランチャイズの次の記事で悪党のユルゲン・ザ・ブルータルがゲームのアバターでありキャラクターとしてプレイしていた人物が探索されることを明らかにした2020年3月ライターディレクターのジェイク・カスダンはフォローアップ映画の初期の開発を確認しました彼は前の2つの映画のコアキャストを維持する計画を確認した翌月映画制作者は次の分割払いのストーリーが 開発中であると述べた。ジュマンジは1996年から1999年までの3シーズンにわたって上映された。1995年の映画に触発されたアニメーションテレビシリーズである。ジャマンジー、A ジャングルアドベンチャーは1996年10月9日に北米でマイクロソフトウィンドウズ専用にリリースされたビデオゲーム。 スタジオインタラクティブによって開発され、フィリップスインタラクティブメディアによって発売された。映画の人気シーンに基づいたアーケードベースのミニゲームの5つのアクションが含まれている。ザスラはハイボルテージソフトウェアによって開発され、2K ゲームズによって公開されたアクションアドベンチャービデオゲームである。プレイステーションに及び XBOX 版が2005年11月3日にリリースされた。 ジュマンジは2006年にプレイステーション利用にヨーロッパでリリースされたパーティービデオゲームでアトミックプラネットエンターテイメントによって開発されブラストによって公開されているエンターテインメント富士商事は2007年にパチンコゲームをリリース映画のクリップとゲームの 3D レンダリングされた CGI アニメキャラクターデザインを画面の操作の一部として使用した ジュマンジ、ザ・モバイル・ゲームは、2017年の映画、ジュマンジ、ウェルカム・トゥ・ジャングルに基づいた、モバイル・ゲーム。イディオ・クリシー・ゲームズによって開発され、NHN エンターテイメントによって、Android と iOS で2017年12月14日に、リリースされた。ゲームは2018年5月2日に Google プレイ、および App Store から削除され、そのサービスは2018年5月24日に、 終了した。ジュマンジ、ザ・ VR アル・アドベンチャーは、2017年の映画、ジュマンジ、ウェルカム・トゥ・ジャングルに基づいた、バーチャルリアリティゲーム。MWM ・イマーシブによって開発され、ソニー・ピクチャーズ・バーチャルリアリティによって公開され、2018年1月17日に、HTG ビブのスティームで、リリースされる予定だったが、ゲームは重く、 貧弱なグラフィックスとハードウェアのパフォーマンスのために批判されたとしてリリースはキャンセルされ2018年2月9日にスティームから除外された。ジュマンジ・ザ・ビデオゲームはフンサルブが開発しウトライトゲームズが公開したアクションアドベンチャービデオゲーム。ジュマンジ・ネクストレベルに基づいて2019年11月8日にプレイステーション4 Xbox One Nintendo Switch 及び Microsoft Windows 用にリリースされた。ありがとうございます。